ライジはトゥルあなたは信じる島なり転がる都市伝説昇格戦ダノコイキです。アンバスダノトイです。トイ君ちょっと撮影前に飲んでたジュースありますよね。はい、はい、ちょっと出してもらっていいですか。メロンクリームソーダ。そうなんですよね。これ何入りって書いてます。えバニラアイス入り。そう、どう考えてもバニラアイスは入ってへんねんけど、これ不思議なことでバニラアイスが入ってるって思うとバニラアイスの味すんのよな。これ入ってるんすよ。いやでも風味としてあるけど、いちいちアイスはボンって溶かしてるわけじゃないと思うよね。見てほら、紅花をうるさい。だからこれ、だからほら着色料みたいなっていうように先入観っていうのがあるんですよ、ね、はいはいはい、はい、自分の持ってる先入観で皆さん何かあります？例えばメガネをかけていたらちょっと頭がよく見えるとか、筋肉もりもりの人はなんかスポーツ万能そうだなとか全然見えない。誰しもがですね、一度は思ったことがあるような先入観あるんじゃないでしょうか。はいはいはい、はいはい、ですが実際はのび太くんどうですか。メガネかけてますけども、アホですね。まあアホというか勉強は不得意な感じですよね。でスポーツはほとんどせずに、まあ、趣味で筋トレをしている人だってまあ世の中にいるわけですよ。うん、はい、確かに。実はこの先入観や固定概念を持つというのはあらゆる分野の研究において基本的には NG だと、はい、言われているようで、実際にそのせいでパフォーマンスが落ちてしまうという研究はちゃんとあります。あ、そうなんや。はい、ノースウェスタン大学の研究者が2005年に行った研究で、男性の被験者グループが社会的感受性という名前と情報処理試験という名前の試験を受けました。両方名前が違うんですよ。はいはいはい、実はこれ試験の名前が違うだけで問題は同じなんです。ほう、はい、社会的感受性は女性が得意な分野だと被験者は思い込んでいたことで、なんと結果は点数が下がってしまう。へえ、はい、つまり人は先入観によって左右されることが分かる実験結果となってしまったんですね。は、はい、では皆さんに質問です。宇宙人といえばどんな姿を思い描きますか。やっぱりタコみたいな姿ですか。そう、多くの方がタコみたいな火星人みたいなね感じとか、こちらグレイのような人型の、はい、宇宙人を想像するんじゃないでしょうか、うんうん、もしくは肥やしたフリークの皆さんでしたらレプテリアンとか、そういう爬虫類型のも想像する方もいらっしゃるかもしれませんね。そうですね。それも実は先入観なんですね、うんうん、ですがですよ、カナダでは宇宙人の正体を先入観なしで解き明かそうとする特別なプロジェクトがあったそうです、うんうん、政府公認の宇宙人研究プロジェクト、うんうん、その極秘プロジェクトはウェルバート・ブロックハウス・スミスという人物の研究がきっかけでした。お、はい、1910年にカナダ人で生まれたスミスさんはバンクーバーのラジオ局チーフエンジニアを務めた後、うん、1939年からカナダ連邦運輸省に勤務し上級ラジオエンジニアに就任します。全然凄さが分かんないですね。いやでもすごい通信とか技術に長けた人ですね。まあ、確かに確かに、はい、そこで戦時中に無線技術において画期的な進展をですね成し遂げて天才エンジニアというふうに呼ばれたんですって。こうした経歴を持つスミスさんは地球が持つ磁性とそれによって生じる磁場、つまり地磁気と呼ばれるものが持つ力に深い関心を抱いたと。へー、はい、でもひじきは好きですけどね。食べてるの見たことないけど、これひじきさんも食ってるやん。いやひじき俺やろ。僕俺ほんま寿命が縮まるとかっていうねこと言われてからもうひたすら食ってるわほんまに。でスミスさんはね、うん、1950年当時盛り上がりを見せ始めていた UFO 現象とか、うん、それに対して地磁気が深い関係性があるんじゃないかっていうふうに推理したんだって。あ、ロゾエル事件直後ですね。そう、当時のスミスさんの考察では動物学者が動物の生態を観察するのと同じように地球外生命体の人類を観察するために、まあ、取り扱っているんじゃないかっていう風な考えになって。なるほど、宇宙から見てるんですね。そう、うん、そしてエイリアンの容姿や性能は人間とは全く違う構造をしていて、うん、もしかしたらロボットのような姿であるかもしれないと。え、はい、これまでの目撃情報を全部否定するような意見も唱えていたということですね。私たち人類が目撃データだけに頼ってしまうと地球外生命体の姿や特徴についてかなり偏った一方的な思い込みをしてしまうに違いありません。お、確かにそうよな。自分の目で見たことがないのにさ、この形って想像するのもおかしいよね。まあまあ確かに。そう、例えば恐竜とかだってさ、化石で骨が出てくるじゃん、うん、その住んでた地域とか骨の構造によって肉食とか草食とか、例えば人間も肉食じゃないって言われてるのは歯が横にはこう動くけど噛む力が弱いと。だから木の実とかをすりつぶすために横に動いてたんだ。なるほど。だから草木を主に食べてたんじゃないのっていうふうに、その骨格やその歯型とかその化石から判断できる状況の中で想像像を描くわけだけども、宇宙人誰も見たことないよ基本的にはね。まあ、確かにね。そう、だから奥底にしか過ぎひんから、そうやって思っちゃうと
像、そう見つけられへんよみたいな、はい、例えば空飛ぶ円盤が目にも止まらぬ驚異的な速度で移動していたり、突然停止したかと思うと急展開して方向を変えたりするのを目撃した場合、物理学者はどう思うでしょうか。このような場合、物理学の概念としては骨、肉、血で構成された生物だと UFO の異常な動きで生じる力には絶対に耐えることができないという先入観があるらしいです。なるほど。これ実際に僕もさ、空想科学読本っていうね、柳田理香先生の本で読んだんやけど、ガンダムとかに乗ることができても一歩動くたびにものすごいこう上下に動くからめっちゃ酔っちゃうとか、あーなるほどね、実際そんだけのなんか力に耐えられないとかいう、はいはい、あそうなんだっていうふうに思うんですね。でも学者さんたちは多分そういう見方をする、うん、はい、でもね、そのスミスさんはこのように考えますと、私たちは物理学の常識を取っ払い、エイリアンの正体はその力に耐えうるだけの高度を持つロボットなど存在を疑わなければならない。確かにな、そう言われたらなるほどなと、うん、はい、さらに UFO の驚異的な動きを実現させるためには地球上において地磁気が動力源であるというふうに考察します。へ、はい、なんとスミスさんの常識を疑った異例の考え方はですね、カナダ政府に認められることになります。そう、すごいね。その結果、エイリアンや UFO の目撃現象、さらには地球外先進技術の謎を解き明かす国家公認の UFO 研究プログラム、プロジェクトマグネット、マグネット、マグネット、めっちゃかっこよくない？運輸省内に創設されるまでに至りました。うーん、すごいよね、プロジェクトマグネット。くっつきそうですね。ん？マグネットだから。アメリカで起きた UFO 事件の調査、そして指導したプロジェクトマグネットの研究結果により、地球の磁場を動力源としたミニ UFO をですね、作り上げたと報告がされます。すごっ、すごいね。さらにオタワ郊外のシャーリーズ湾に天文台を設置して、 UFO が現れた時に起こる物理的な特性や磁場の乱れ、さらには放射線の異常や磁力計、ガンマ線検出器、強力な無線受信機を測定できる設備を整えました。おこういう観点から観測するって新しくないですか。いや、しかもなんか当たり前のようにもう UFO の存在は認めてるんやね。そうね、あること前提やからね。そしてスミスさんは同時期に起きていた世界的に有名なあの UFO 事件を研究対象にするのでした、はい、それがさっき東亜君が言ってくれたこちら、ロズウェル事件。確かに、はい、研究を進めていたスミスさんは、うん、アメリカで起きた UFO 捕獲事件であるロズウェル事件に深い関心を持っている。めちゃくちゃ気になりますよね。ちょっと調査させてやってなるんですよね。独自の調査を行っていたということです。ほう、はい、そして実際にちゃんとアメリカまで足を運んで、はい、UFO の残骸の一部を実際に調査研究としたという主張もしてます。すごい、すごくないこれ。アメリカの極秘 UFO 事件に関与できてるって、ね、どういうことって思うよ。カナダ政府の力が及んだ可能性も、まあ、あるそうなんですけども。なるほど。 UFO 事件という世界的にですね、隠蔽するケースが多い謎にスミスさんがなぜ携われていたのか今でも謎とされてる。そうなんや、はい、そしてその調査の結果、 UFO は先進的な地球外文明から来ていて、うん、大気圏内を飛行する動力源が地磁気であることはもう確実だと、もう証言してます。さらにスミスさんはアメリカの内部情報から自身の理論を裏付ける機密情報を入手して、重要な事実を3つ挙げました。 UFO の存在はアメリカ政府で最高機密に分類されていて、水爆の調査研究よりも機密レベルは高い。え、実際に UFO は存在する。おお、白ひげかな。エイリアンの目的は不明だが、アメリカの科学技術管理者であるバレバー・ブッシュ博士が率いるグループによって決死の調査が行われているということなんですって。さらにスミスさんはアメリカで行われている調査内容も発表しています。アメリカではテレパシーなどの精神的現象が UFO と関連している可能性があることについて研究していた。へぇ、はい、それについては私も共感している。あ、そう、テレパシーも当たり前にあるんよね。まあ、じゃあユリ・ゲラーさんに聞いてみたいですね。ほんまね、うん、まあ、この頃からスミスさんの様子がですね、実はちょっとおかしくなったと。あ、そうなの。はい、このような体験談を語ったとされています。実際にテレパシーを通じて地球外生命体とコンタクトを取れた。しかもエイリアンの死体を目の当たりにしたこともあるし、エイリアンに誘拐されたこともある。キャトルミュートレーションにあったと。そう、私もされてると。この不可解な発言がスミスさんにとって悲劇の始まりでした。突然の資金提供制度の廃止。これまでの理論に基づいた研究内容から一転しまして、まあ、精神的とか一般的に考えてありえない体験をまあ語るようになってしまったスミスさん、はい、まあ、それが影響したのか、あるいはアメリカの機密情報を話しすぎてしまったのか。 おしゃべりだったよね。そう、カナダ政府は1954年にプロジェクトマグネットへの資金提供を突如終了させることを発表。それでもスミスさんは自己資金でそのまま調査と研究を続けていましたが、志半ばにして、まあ、1962年に亡くなってしまいましたということ。
ですね。これもちょっと真相不明ですよね。いやそうっすね、政府が中止したプロジェクトマグネットですけども、当時一般的に普及していなかった UFO やエイリアの分野で活躍した重要人物ということで、スミスさんは怪人の父というふうに呼ばれているそうですよ。あ、じゃあ伊藤スミスやったんですかね。いや、なんでそんな伊藤怪人のこと言ってるんですか。怪人の父、わかるけど、どんな物語やろ、そんな。UFO 渡りとか。UFO 渡り、これはちょっときついな。2000万ではきついな。そしてですね、スミスさんの調査レポートは光を浴びることなくカナダ政府の管理下に置かれることとなります。資金提供やめたらね、最後のレポートカナダ政府が持ってるよ。そうだから、もう公開されておりません。しかし2022年死の直前まで続けていたスミスさんの調査研究レポートなんですけども、情報公開法に基づきカナダ政府によって一部が公開されることとなりました。はい、薬剤を呼び寄せる未確認飛行物体。カナダ政府がですね、公開したレポートによりますと、はい、これまで表沙汰になっていなかった500件以上の UFO の目撃情報が約300ページにわたって記録されていたとされます。結構隠蔽されたよね、目撃情報。500ってすごいね。はい、そのレポートに対してカナダ政府は、多くは気球だったり、あるいは隕石などの自然現象だろう、驚異的な存在だと判断しない限り調査には踏み切らない、プロジェクトマグネットに関与していたとは思えない態度を取っているということですね。そうね。ですが、公開されたスミスさんのレポート内容により、一部の学者がこのような説を唱えております。宇宙人は未来から来た人類説。宇宙人は未来人ってことですか？そう、まあよくね、都市伝説会話でもあるようなことですけども、ね、この説はね。地球に来れるくらいの科学力がある宇宙人からすると、うん、低レベルな地球にわざわざ来る理由がないと。サファリパークに行く人類と一緒やん。もうまさに俺そう思うねんけどな。まあそういう仮説のもとに成り立つということなんですけど、それを裏付けるものとして UFO の目撃情報というのは歴史的に大事件の前後に多く目撃されてるんだって。へー。例えば1948年のパレスチナ戦争の勃発、1989年の米ソ冷戦終結、1989年のベルリンの壁崩壊、1991年の湾岸戦争勃発、1991年のソ連崩壊。お、はい、本当にもう教科書に載ってるような歴史的なものばっかりですけども、うんうん、なぜ歴史的な大事件の前後に UFO の目撃情報が多発するのかと。これは未来人説に置き換えると、まあ、歴史的な大事件の前後に未来人が過去に来るのかっていうことと言えると思うんですけども、じゃこれもしかしたら今も増えてんのかもしれないですね。うん、マジでね、うん、まあ、その理由は過去をね、もしかしたら変えるためとか、もうリベンジャーをするためみたいな、はいはいはい、あるいはもうただの見学。見学は大事やから、ああやって死んだんやと。これは冒頭にスミスさんが、動物学者が動物を観察するようにエイリアも人間を観察しているのではないかと言っていた理由と捉えることができますね。あ、そう、一緒ですね。はい、そして容姿や性能がロボットという例えは、未来人はすでに UFO という名のタイムマシンの動きに耐えられるほどの装備を開発している、はいはいはい、まあ、もしくはね、そのロボットみたいな体に移植したような魂で、メタバースの世界からなんかそのクラウド上にアップして過去に行ってるよと、肉体だったらちょっと耐えきれないからという理由なのかもしれません、ね、なるほど。はい、ということはですよ、 UFO の目撃情報が増える時というのは、うん、もしかすると人類にとって、いや地球にとって良くない災いがですね、起こる前触れなのかもしれないということなんです。なるほどね、はい、以上が今日の説となります。いかがでしたでしょうか。いや、どうなんですかね、最近 UFO を見たっていう人どれぐらいいるんですかね。そうよね、なんか目撃したっていうのもなんか衛星とかちょっとスマホで撮ったとかって怪しいものもあるじゃないですか。うん、ね、なんか昔に比べてなんか UFO は UFO かって言ってない気がするんだよね。だから結局その90年代とか60年代とかの映像とか話してめっちゃあるんやけど、うん、ここ10年なくない。そう、この前そう、ショコタンもね、なんかツイッターに上げててなんか UFO の、はい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 、だから当たり前に撮れすぎちゃってちょっと瞬く UFO ぐらいでみんな反応しい日みたいな。おー、なるほどね。着陸までしてくれて、おっほら宇宙人みたいなこと言わへんとインパクトないんちゃうかなと、はい、もうそれぐらいは UFO みたいなものはもう当たり前にあるってもう世界が認めちゃってるから、はい、一時そんなもんで通報してくんなと。なるほど、うん、もう降りてきたゆえみたいな。ちょ、分かってしまったかもしれないです。え、イーロン・マスクさんがツイッターを買収しようとしてる理由、はいはいはい、ツイッター社多分 AI あるんですよ、うん、おほんまにヤバい UFO 情報を自動削除する、うん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 、それを見たいから。あ、なるほど。だから開示される時代が来るかもしれない。いや、マジでそうよね。なんとなくさ、目撃情報っていうのもさ、ふわっとしてるけどね、そう、そういうのをみんなが投稿したものとかを自動で AI で収集したらはっきりとデータで分かるんですよ。いけると思うね。これは本物に近いよ、偽物っぽいとか。そう、よくね、なんかちょっと例えば全く変わっちゃうんだけど、大島テルとか事件があったと事故物件について、はいはいはい、なんか炎のマークで地図立ってるやん、うん、そういうようにその目撃されたところばっかりそうやってなんか宇宙人のなんかグレーみたいなアイコンつけといたら、うん、あれ意外とエリア51の周りよりもこの辺の方が多いんだみたいな、スポットが分かるようになるから。
確かにね。そう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 、目撃情報を書いておいてほしいね。そういうことをまとめてる AI のなんかサイトみたいなのないんかな。 UFO テル、 UFO テル、 UFO 出るにしとこうか。 UFO 出るこれでも世界中でちゃんと AI 化しちゃったらめっちゃ正確な地図作れると思うし、ちょっと作ってほしいけど、見たいけどな。そう、多分その周辺には本当に秘密基地とかあるかもしれないんだよ。確かにね。いやこれちょ本当 UFO の目撃情報お願いします。皆さんお願いします、まあ、はい。僕も飛行機乗るたびに絶対外見てるんですけど、はいはい、UFO と並走してへんかなとか。そうでもね、俺探そうと思って窓際のね飛行機とか夜撮った時に、うん、あまりに星の綺麗さに感動したけど、この前。そうで、それでも流れ星をね僕ね5回ぐらい見たんよ、6時間半のフライトの時に。流星群とかじゃなくてですか。じゃないと思うんだよね。すごい、だからすごくなんか感動した。そう、 UFO っすよ。墜落してるよ。ええ、急降下してる。これ多分海底に基地があるパターンやん。そういうこと。そうそうそう。へえ。宇宙の技術は海底にも行けるから。そう、うん、はい、ということで、はい、発表してください。本日の鳥肌スコアは1947ですかね、まあ、やっぱローズウェルということで、うん、本日の鳥肌ポイントは UFO。 ちょっとお願いしますね、それ。あ、確かに、うん、3分なんですよね、UFO っていうのは。焼きそうな話してる。このコメント欄でその話いらんねんって書かれてたよ。さよなら。バイ。今回のやりすぎ都市伝説、かなり注目なんですよ。ほう、はい、2021年9月に放送されたやりすぎ都市伝説では、これからはメタバースの中で生きることになる可能性を示唆した内容でした。そうなんよ、はい、その約1ヶ月後にですね、こんな事件が世界で起こりました、はい、Facebook 社がなんとメタ社に社名変更。このようにですね、番組で紹介していたことが放送後着実に現実味を帯びてくるような現象が最近起こっているんですよ、はいはい、そして今回の放送内容、まあ僕たちは当然まだ見てないわけなんですけども、はい、内容がちょっとね、発表事前にされているんです。それが X で目前、2026年に開かれる New World Order とはメタバースと2026年、さらにイーロン・マスクが行っている計画が重要になってくるかもしれません。